皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの須川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、意外、集客力のある媒体とはというテーマでお届けいたします。先日ある団体でセミナー講師をさせていただきました。質疑応答の際、参加されていたある経営者がこのような質問をしました。この経営者は冠婚葬祭関連と飲食関係のサービス業をやっています。弊社では新しいお客様を集客する目的で月1回チラシを新聞に織り込んでいます。昔は反応が良かったのですが、最近反応がいまいちです。どうしたらいいのでしょうか、というね、質問でした。何一つ具体的な数値が分かりませんので、何とも答えようがありませんでした。そこでこの経営者にいろいろと質問をしてみました。新聞折り込みチラシはどこの地域に何枚折り込んでいるのか、反応がいまいちだということなんですが、昔と今の反応率はどの程度違うのか、そもそも昔とはいつのことなのか、反応が良かった頃と現在ではチラシに載せている情報で大きく違うことは何か、まあこのようにですね、私が疑問に思ってたことを 3,4 点ほど質問させていただきました。その回答なんですが、チラシの折り込み地域と枚数は分かりましたが、それ以外は本人もよく分かっていなかったんですね。で、致命的なのは昔と現在の反応率の数値が分からないことです。例えば5年前は反応率 5% だったものが現在は 3% になったとかね。まあ、こういう数値がわからないと。本人は感覚的な判断で昔より今は反応率が落ちているだろうと思っていたということなんです。さて、今日の本物の商売を目指すポイントです。実はこのようなことはよくあることなんですね。経営者は売上や利益など財務関係の数値は把握しています。しかし、営業や販売に関係する数値となるとよくわからないという経営者は非常に多いんです。例えば訪問件数、提案の件数、成約率、新規顧客の獲得コスト、各種媒体の反応率などのことです。ですから本人の感覚でしか判断できないということなんですね。さて、先ほどの経営者からの質問なんですが、私はこう答えました。まずは新聞折り込みチラシの反応率を記録することから始めてくださいと。そうでないといつまでたっても正確な分析ができません。正確な分析ができないということは効果的な解決策も提示できないということです、というふうに答えました。何かアクションを起こした際は必ずその結果を記録してください。それが効果的な改善をして成果を出し続けるコツです。さて、これに関連して B2C のですね、小売業とかサービス業の方が知らなくてはいけない数値があります。それは新しく来店したお客様がどの媒体であなたの店のことを知ったのかということですね。これも正確に把握している経営者は非常に稀です。例えば新しいお客様を集客するための媒体としては、新聞折り込みチラシ、ポスティングチラシ、ハンディングチラシ、タウン誌、新聞広告、ラジオ CM、テレビ CM、ホームページ、ブログ、野立看板、店頭看板、既存のお客様からの紹介など、まあ、たくさんのですね、ルートが考えられます。ところがどの媒体から何人の新しいお客様が来店したのかを知る経営者はほとんどいません。この数値を把握しないことにはですね、新しいお客様を増やすにもどの媒体が一番効果的なのかも判断できないということです。またしても媒体の反応率を記録することから始めてくださいということになるわけです。あくまでも B2C の弊社クライアントのデータなんですが、新しいお客様を集客するルートとして通りがかりの人が店頭看板を見て来店するケースが非常に多いんですね。そういったお客様にですね、聞いてみると、以前からですね、この店の前を通っていたのでこの店のことは知っていましたが、機会があったら利用しようとずっと思ってました
まあ、こんなことを言うお客様が多いんです。このような現実を知ると、店頭での PR がことのほか重要だということです。看板などの媒体を使って、まだ来店したことのない人に来店する機会を提供すれば、まだまだ来店客数を伸ばすことは可能です。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。この辺にですね、商いはカドカドチャンネルの登録のバナーがありますので、ぜひクリックして登録をお願いします。